おはようございます。ですね、今日は久しぶりの雨なんで、ハウスの作業になります。ちょっと苗の状況をご紹介します。はい、これが白菜です。春光白菜、3月23日。よし、もう定植してもいいタイミングです。でこれが塩菜、朝顔菜、空心菜、はい、発芽しました。でこれがキャベツ、これももう2月20日に種まきして、もう早く定植したいんですが、ちょっと根の準備をしていきます。これはキュウリです。キュウリ、夏スズミ、これは先日高須の畑をトマトの支柱撤去して、去年トマトやったところマルチしましたんで、もう定植をしたいと思ってます。今日あたりちょっとまた強い風が吹くみたいなんで、それが収まって、おっと、あら、雨漏りが、ああまずいな。はい、天気が良くなったら定植したいと思ってます。これがですね、プレミアムスイートのあまり苗です。捕食用に使いたいと思ってます。はい、これは長ナスの苗です。これは苗を買ってきました。昔は5月の連休に苗を買ってたんですが、最近はやっぱり家庭菜園の人の需要が多いみたいで、もう4月中に苗が売り切れてしまうんで、ちょっと早めに買って、今もうしばらくハウスで育苗をしています。はい、これミニ白菜、ミニ白菜、3月23日の種ですね。これももういつ定食してもいい状況ですね。からこのトウモロコシ、これがですね、めぐみゴールドっていう品種のトウモロコシになります。これも定食していきます。はい、これ夏ネギになりますね。白ネギ、夏扇4号、はい、これをもう一回、もうそろそろあれですね、選場作業をして定食になります。はい、これが種からですね、今育苗中のナス、黒葉で、これがピーマンですね。はい、こんな状況です。